はい、えー、ただび日本史が復活しました。<laughs> えー、これに伴いまして、毎週1回なんですけれども、えー、かつてただ呼びプレミアムで流していた動画を、えー、これを YouTube 上で配信していくことが決まりました。<laughs> えー、で、この個人チャンネルでは、そのただ呼びで配信した動画の関連事項について、えー、何か、えー、あればですね、 ちょっとピックアップして皆さんにお届けできたらなと思っております。特にですね、日本史 B から日本史探求へとこう変わっていきまして、大きな変更点があるところだとか、あとはまあ探求ポイントは一体どこにあるのか。こういったところで私が注目している点を紹介しておきたいと思います。で、まず、今回のテーマである 原始社会の日本列島について。まあ、ここで、まず触れておかないといけないことなんですが、縄文時代の始まりの時期についてですね。まあ、かつての山川の小説日本史 B とかだと、縄文時代の始まりは、現在から約1万3000年前頃からのスタートだと。このようになっていたんですね。えー、ところが、えー、日本史探求になると、これがね、 現在から約16,500年前頃からのスタートに変わっているんですよね。で、これなんで変わったのかっていうと、あの、青森県のえ大台山本一遺跡っていう遺跡があるんですね。で、ここから縄文土器が見つかった。で、えこの縄文土器にはえ、炭化物が付着していて、 例の放射性炭素 14C 測定法なんかをかけると、この縄文土器が用いられていた時代っていうのが特定できるんですよ。えー、するとですね、この大台山本遺跡から発見された、えー、縄文土器なんですが、約16,500年前頃のものではないかと。このように特定されたんですよね。えー、こういった研究成果を反映して、 えー、縄文時代の始まりが少し遡ることになったんだ。16,500年前って言ったらまだ、あの、表記ですよ。えーえー、表記、環境記っていうのはこう繰り返されている最後の表記あたりの時に、えー、もう、えー、土器っていうのは制作されていたんではないかということなんですよね。えー、こういった変更点には、えー、注目しておきたいです。続いて、 え、近年の入試問題の中で、ちょっとね、面白いものを見つけましたので、それを紹介しておきますね。まあ僕もね、こう、毎年、まあこれちょっと追加バージョンなんですが、このオーブン社の電話帳なんていうのがあって、これでもう全部の入試問題をくまなくチェックしてるんですよ。で特に僕は論述問題が大好きで、実は自分のそのただ呼びの授業とかも、 この論述問題の回答を作っているときに、えー、あ、これを授業で使えるなっていうふうな形で、論述のネタをもうそのまま授業のネタとして使っているんですよ。するとね、えー、結構その自分の回答例によって、まあ、それがそのまま授業のオリジナリティにも使っ、あの、なっていきますので <laughs>、えー、もしあの日本史を、えー、指導されている先生方で、 ちょっと指導方法にオリジナリティが欲しいなんていう方はですね、もう一番のおすすめは大学受験の論述の入試問題を解くこと。そして自分でその回答例を作ってみる。するとそれが自分のオリジナリティある授業につながっていくと思うんで、えー、ぜひね、試してみてくださいね。でですね、今回は2020年の まあ、千葉大学の問題。えー、実は、この時、ちょっと、えー、某教学者の <laughs>、えー、某、なんとか本で、僕が千葉大学の回答例を実は、あの、作ったんですよね、うん。で、ちょっと、その時の記憶があったので、今回その問題を紹介してみますね。でちょっと問題を、これ文字にして出しましょうか。縄文時代は、 中国を含めたユーラシア大陸における新石器時代に対応すると考えられているが、これらと縄文文化の違いについて、以下の語句を全て用いて120文字以内で説明しなさい。以下の語句っていうのが、魔性石器、農耕牧畜、狩猟採取、食料採取段階、食料生産段階の5つです。 これ何が良かったかっていうと、この世界の原始社会と日本列島の原始社会を比較しているというような大きな視点が、なんか面白いなって思ったんですよね。やっぱりこう日本史だけを勉強していると、その時の同時進行で進んでいる世界の動向っていうのをこう、あまりこうね、気にせず、えー、日本史だけを見ちゃうっていう人が多いですからね。 さあ、え、これはね、世界史もね、両方ともやってる人からすると、あの、意図も簡単に解いてしまうかもしれませんけどね。じゃあちょっと私がその時に作った回答例を確認してみますね。え、実はですね、日本列島とは違って、ユーラシア大陸において、新石器が用いられていた時代、えすなわち、魔性石器が用いられた時代っていうのは、もうすでに、 農耕や牧畜を行う段階に入っていたんですよね。要は、食料生産段階に入っていたんですよ。でも、日本列島の方が特殊で、新石器を用いている時代はもちろん縄文時代なんですが、縄文時代っていうのはまだ本格的な農耕が行われておらず、食料採取段階にいたんです。 まあ本格的な濃厚っていうのはもちろん水筒濃厚などなんですけどね。ただ、この日本列島における縄文時代、新石器時代においても原始的な農耕は行われていた。それが植物性食料の栽培なんです。というような形で大きな相違点というと、ユーラシア大陸の新石器時代っていうと、 新石器の利用とともに農耕や牧畜などを行う食料生産段階に入っていたものの、日本における縄文時代は新石器時代といえどもまだ本格的な農耕は行われておらず、食料を採取段階にいたんだ。というようなことを対比的に述べる問題なんですね。まあこれはぜひですね、探求ポイントとしてですね、皆さん押さえておいてください。 さあ、あとは、弥生時代に関して何か一つぐらいえポイントを挙げておきたいんですが、最近流行りの問題ということならば、あのね、青銅器の中の銅卓に関連する問題なんてどうでしょう。え銅卓っていうと、これはね、朝鮮半島から伝わってきたものではあるんです。でも、この朝鮮半島から伝わってきた頃の初期銅卓っていうと、サイズ的に小さくって、 でこう、音を鳴らす楽器として用いられたものだったんですよね。ところが、日本に伝わってしばらく経つと、どん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 銅鐸が大きくなっていくんですよ。巨大化していくんです。で、もう楽器としてはなかなか用いられなくなっていく。で、よくこの銅鐸の表面を見ると、絵が描かれている。その絵には当時の生活の様子が描かれているので、 当時の社会の様子を知る貴重な絵画資料でもあるんですね。で、こう、絵をか描いておくっていうことは、これはやっぱりこう、飾って鑑賞するためのものじゃないですか。だから用途として、楽器だったものがえ、飾って鑑賞するものにえ変わっていっている。すなわちえ、本来の実用的な使われ方ではなくて、 非実用的な再使用として、この制動機、銅卓が用いられるようになったという点。この変化っていうのも注目すべき点ですね。はい、といったような形で授業動画の、ま、関連する内容で特に私が注目したポイントをいくつか紹介していきたいと思いますので、また動画の更新を楽しみにしてください。今回はここまでです。